アスカ系は古代の大和国高市郡アスカ、現在の奈良県高市郡アスカ村一帯にあったと想定される天皇の宮や、その関連施設の遺跡群の総称、及びその区域の通称。藤原系以降の、いわゆる情報性に習う都市ではなく、戦前の歴史学者、北定吉による図をとされる。主に、アスカ時代を中心に、この地域に多くの天皇の宮が置かれ、 関連施設遺跡も周囲に発見されていることから、日本で中国の情報性のキュートに習って後世に、アスカ系と呼ばれている。アスカ故郷や和郷、故郷などの表記も見られる。君主の宮が存在していたことから、当時の和国の首都としての機能もあったと考えられる。しかし、これまでの発掘調査などでは、藤原系以降で見られるような宮殿の周囲の、新民の住居や、 施設などが見つかっておらず、全体像を明らかするような考古学的成果は上がっていない。また、遺跡の集まる範囲は、地政的にアスカ系と呼べるほどの規模を持たず実態は不明確であり、歴史学や考古学の文脈でのアスカ系は学術的でない。しかし、現在では、工塚や観光業などで広く使われ、アスカ周辺地域を指す。 一般名称の一つとしてよく知られる。一方で、西明天皇の時代に大規模な公共工事が行われていることや前代から受け継いだ簡易19階や霊法の整備が引き続き進められ、日本初期にも、慶という概念が登場することから、必ずしも宮殿周辺に限定されず、アスカ盆地全域と、いわれやカルなどその周辺を旧ととみなす初期の、 都市計画のようなものが存在したとする見解もある。2007年、柏原市周辺の藤原系関連遺跡群と合わせて、飛鳥・藤原のキュートと、その関連資産群として、ユネスコの世界遺産の暫定リスト追加掲載が決まった。単に、飛鳥系跡と呼ぶ場合、飛鳥系の中心遺構であった天皇の飛鳥の処遇跡を指すことが多く、遺跡群を包括する。 キュート全体を意味するわけではないことに注意が必要である。飛鳥村には飛鳥系を構成していた諸遇と、それに関連する遺跡は多数あるが、それらはなどがあり、命名において特に規則性はなく、飛鳥系あとは飛鳥地域に散在する、これら時期の異なる宮や邸宅、寺院などの建造物、市や広場、道路など都市関連遺跡の総称、繁称に過ぎない。 調査の進展により、年代の確定や、遺跡の性格や都市における位置づけが明確となって、総合的な把握がなされることが期待される。2007年強行権、創立70周年記念週期特別展図録、旧と、アスカ、木下聖史、古代の老国都自国制度 P363 から375、ありがとうございます。